はい、皆さんこんにちは。司法試験、2017年平成29年予備試験論文問題分析戦、憲法行政法を始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。さて、今年度の予備試験の、広報系を分析しよう、そういった会でございます。1時間という短い間なんですが、憲法行政法両方扱っていきましょう。でまずね、憲法から、例年通りといえば例年通りなんですが、少し論じることが多いかな。法令違憲、適用違憲、さらに損失保障についてまで、論じることが求められている。非常に論述量が多くなるかなという問題でした。で行政法に関しては非常にいい問題だと私は思うんですけど、許可の留保、行政指導絡みの、許可の留保と国家賠償法、さらには原告適格で C1 と C2 が、事情が違う。しかも C1 と C2 どちらもねC1 に有利な点不利な点、 C2 に有利な点不利な点両方あるという、非常に面白い問題だったと思います。さて早速憲法からやっていきましょう。で憲法ね、いろいろ盛りだくさんなんですが、今回は、法令違憲と適用違憲両方問題になります。そこでね、一つのテーマは法令違憲に使う事実と適用違憲に使う事実を分けられるか、これをテーマにね、まず問題文見ていきたいと思います。ちょっとね、一緒に見ていきましょう。でこれ私が実際この問題解くならどういうふうに考えていくかっていう観点からちょっと問題文を見ていきたいと思います。これ見えますかね。ちょっと待ってくださいね。これモニターでちゃんと映ってるのかどうかっていうところですね。ちょっとまぶちかちかしますね。これ照明を切ればいいのか。こっちの方がまだ見やすいですね。じゃあこれでいきましょう。はい。で A 県の特定地域で産出される農産物 X は1年のうち限られた時期にのみ産出され、同地域の気候土壌に適応した特産品として著名な農作物、これは、農作物自体の特徴ですけど立法事実になりますよね。これ法令違憲の事実に使う。で X が特別に豊作になる等の事情があると価格が下落、ブランド価値が下がることが懸念された、流通量を調整し一定以上の価格で安定して流通させ、 A 県産の X のブランド価値を維持し、もって X の生産者を保護するための条例を制定した。これなんですかね、いわゆる立法目的ですね。本件条例の立法目的になります。このあたりは、法令違憲の事実で使っていくんだろうなというところです。でここで条例の内容が、いろいろ書いてる。皆さんも見ていると思いますけど、予備試験の問題ね、見てない人はざっと見てください。X の生産の総量が増大し、あらかじめ定められた X の価格を適正に維持できる最大許容生産量を超えるときは、A 県知事はすべての生産者に対し、全生産量に占める最大許容生産量の超過分の割合と同じ割合で収穫された X の廃棄を命ずる。A 県知事は、生産者が廃棄命令に従わない場合は、大執行する。で、X の廃棄に起因する損失については保証しない旨で定められた。これが条例であり、まさに手段ですよね。で若干気になったのが、これ知事に裁量があるのかどうか、これ定かではないんですね。要するに、X がね、すごくいっぱい取れちゃった、その時に知事はね、廃棄しないって選択肢があるのかどうか、これ定かではありませんでした。定かではないことを前提に、考えていきましょう。でここで制定過程でいろんな意見があった。それに対する反論が述べられています。だからこれはどっちかっていうと国側の反論に使うような事柄でしょう。で次ですね、こういう事実がありました。2000XX年作付け状況は例年と同じであったものの、天候状況が大きく異なったことから X の生産量は著しく増大し、最大許容生産量の 1.5 倍であった。このため A 県知事は本件条例に基づき X の生産者すべてに対し、全生産量に占める最大許容生産量の超過分の割合に相当する3分の1の割合での X の廃棄を命じたという話です。でこの条例非常に面白くてですね、要するに作物全体が 1.5 倍になったら全員に3分の1ずつ減らせ、そういった命令を下す条例であります。じゃあ次ね、項の特殊事情です。項はより高品質な X を安定して生産するため、本件条例が制定される前から特別の栽培法を開発、天候に左右されない高品質な X を一定量生産、2000XX年も生産量は平年並みだった。
で、コーは独自の顧客を持ってた頃から、自らは例年同様の価格で販売できると考えていた。で、このためコーは本件命令にもかかわらず、自らの生産した X を廃棄しないでいたところ、A 県知事によりコーが生産した X の3分の1が廃棄された。で、納得できないコーは、財産権の侵害である。本件条例によって X の廃棄が命じられ、保証もなされないことは財産権の侵害であるとして訴えを提起しようとしている。で、設問は、河野立場からの憲法上の主張と、これに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ、あなた自身の計画を述べなさい。法律と条例の関係及び訴訟検体の問題については論じなくてよい。まあ、問題文はこんな感じです。で、私はですね、最初にちょっと財、いろいろ考えますよね、この問題が出たときは。でね、最初ね、少し考えたのが、平等権侵害。これちょっと思いました。要するに、形式的に一律にやってるわけですよ。X というね、あ、こうか。こうという特殊なものを考慮せずにやっていることは平等権侵害じゃないかと考えたんですが、これ財産権侵害に絞って考えると書いてますよね。なので、これは財産権の中で考えればいいだろう。それにね、損失保障っていうところには平等権のね、思考も多少含まれてるんですね。この人を狙い撃ちにして財産権を剥奪するから、平等の観点から損失保障が必要だと。いう平等原則っていうのは29条で、ね、中でね考慮することができるので、もう財産権に絞っていきましょう。そしてですね、今回は3本立て、このレックの回答例も3本立てになってますけど、3本立てで考えるのがいいでしょう。3本立てというのはまず財産権侵害、財産権侵害の法令違憲ですね。で、その次に、損失保障がないことが法令違憲。最後が適用違憲です。この3本立てで考えていくことが大事になります。で、ちょっとここでですね、一つ、勘違いしやすい点かなと思います。損失保障があれば財産権侵害って何でも許されるんじゃないのと考えている方いらっしゃるかもしれないので、ちょっと補足しておきます。憲法29条1項は財産権はこれを犯してはならないと書いてます。で、3項、私有財産は正当な保障のもとにこれを公共のために用いることができるとも書いてます。ただね、損失保障をすればじゃあ何でも財産権は侵害していいかというと、そうではないんです。例えばこれ考えてみてください。まあ、私有財産性を否定するような立法は、まあ、通説的な見解のもとでは29条1項違反になります。じゃあこういう条例出たらどうでしょう。条例じゃないや、法律ができたらどうでしょう。国民は土地を所有することができない。現在土地を持ってる、所有しているものには正当な保障を与える。これはね、29条1項違反なんですよ、おそらく。でね、そうすると正当な保障があってもダメなものがある。それが一つ目の主張なんですよ。保障したってダメなんだ、これは。ただこれは作物の一部廃棄ですから、まあ、ちょっと苦しいかもしれない。正直苦しいかもしれないけど、まあ、財産権侵害、財産権の本質を侵害するような立法だから保障してもダメなんだ。じゃあ2はね、保証したら合憲だよっていう考え方、保証すれば合憲だよって考え方です。で、3番は、今回の項のような特殊事情があるものに対しこの法律を適用、条例を適用することが違憲。あるいはね、これ今回裁量あるか明らかじゃないですけど、処分違憲でもいいですよ。このような項に命令を出すことが処分の違憲だと言ってもそんなに変わらない。どちらで論じていってもいいです。まあ、裁量があるかどうか分かんないですけどね。
まあ、適用意見でも処分意見でもどちらでもいいでしょう。この3本柱でやっていくということになります。じゃあね、あとね、適用意見に使う事実ちょっとだけ見ていきましょう。適用意見に使う事実はここね、高はより高品質な X を安定して生産するためって部分です。で、よくね、私も受講生の方から質問を受けます。法令意見で使う立法事実と適用意見で使う事実、区別がよく分かりません。これそんなに難しくないです。要するに法律を作る際に考慮されていた、あるいは不当に考慮されてないけどあった事実、これ法令意見です。で、高さんについての特殊事情、これが基本的に適用意見で使う事実になります。で、高さんのここに書いていた事実はこれね、高さんだけの特殊事情ですよね。さらに例えばね、高さんの特殊事情でもこうだったら違うんですよ。あのね、高はより高品質な X を安定して生産するため本件条例が設定される前から特別の栽培法を開発し、天候に左右されない高品質の X を一定量生産しており、生産量は平年並みであった。そして今回の問題とは違ってね、社会的に見て高のように高品質な X を栽培している業者がたくさんいることは、条例制定機関である議会も知っていた。そこまでの事情があったらこれ法令意見にも使える事情にはなります。でも今回はそこまで書いてない。このような事実が社会的に明らかだったってことが書いてないから、これは法令意見の事実ではないんです。そこ気をつけてくださいね。適用意見にも法令意見にも両方使えるような事情っていうのは確かに存在します。でも今回は、ここに書いてる項の特殊事情が、社会的に明らかであったとかそういったことは一切書いてないので、これは適用意見のみに使う事実になるでしょう。よろしいでしょうか。じゃあここまで行きましたら、じゃあ次ね、行きましょう。回答例を見ていきましょう。で、回答例にコメントする形で細部は見ていきたいと思います。第1、本件条例 X-1-2 の規定は A 県において農産物 X を生産する項の所有権をという財産権を侵害し一件である。憲法29条は私有財産制のみならず個人の財産権をも保障しており、個人の所有権は民法206条で具体化されている。よって上記所有権は29条によって保障されている。はい、ここね、書けるか書けないからちょっと点数変わります。これ意味わかりますか。これ29条2項があるからですね。財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定める。だから法律で定まってないと財産権具体的に保障されないので、これを書いているということです。ここは気をつけてください。で、括弧に本文では ① ② により X の廃棄が強制されているから項の X についての所有権が制約されている。結局 X の所有権というのは、はい、29条で保障されています。まず、まあ、保護範囲というかどうか別にして憲法の条文で保障されてますよってこれ書きますよね。次にその権利が制約されているって書く。これ別に3段階審査じゃなくても伝統的な二重の基準論を使っても同じことです。じゃあ次ね、括弧3、しかし 1,2 の規定は公共の福祉に適合しないものであり29条2項に反する。これ普通の自由権だったら公共の福祉による制約を受けるので、意見審査基準が問題になるって流しますけど、29条2項はね、もう公共の福祉って文言が入ってるので、まあ、それそのまま使っていいでしょう。もちろん一元的内在的制約説で書いても構いません。それはどちらでも結構です。で、ここですね所有権は個人が自由に財産を使用収益できるという権利であり、このキーワード出したいですね。財産権保障の確信、確信をなすものでないと保障されません。また上記規定は X を一律に剥奪し、しかも剥奪は代執行による個人の意思に反して行われるため、これも書きましょう。規制対応も強度である。基本的に審査基準を導くのは権利の性質、人権の重要性って言ってもいいです。それと制約対応、この2つから導いていきます。ですからここも、どれぐらいね、所有権が大事なのか、財産権保障の核心なんだ、剥奪は、一律なんだ、これ一律に剥奪しもマークしておきましょうか。で、代執行によって行われた規制対応も強度である。まあ代執行だから強
ットっていうのは私は少し疑問なんですが、まあ、原告側なんでいいでしょう。でとすれば、マーク氏の主張、規制目的が重要であり、手段との間に実質的関連性がない限り29条2項に反する。もっと強力な基準を使っても正直いいと思いますが、この答案ではやはり財産権であるというところに少し考慮し、されて、こんなに権利が重要で規制対応も強度なんだけど実質的関連性、中間審査基準に落とし込んでます。で規制目的について見ると 1,2 の目的は流通量を調整して X のブランド価値の維持と X の生産性を保護を図ることであり重要ではないとは言い難い、しかしあらかじめ生産調整を行って生産量を超過しないようにしたり備蓄加工等で市場に流通させる時期を遅らせたりすれば流通量を調整できるから廃棄を命じることは過度であり手段との実質的関連性が認められない。ここ悪くはないんですけど、要するに別の手段があるから、過度な規制だって言いたい場合は LRA 以上の基準を使った方が論理的になります。なのでちょっとこれはどうかなという気はします。あの自説で試験で書くならいいんですけど、原告側なんでここ素直に LRA 使って他に選び得る、ね、手段があるんじゃないかって端的に書けばいいと思います。でちょっと補足なんですけど、実質的関連性っていうのは手段が目的達成に効果的であるって基準なんですね。で効果的かどうかって結構、ハードルが低かったりして、他にこういう手段があるから過度な規制なんだよって言っても、いや実質的関連性はあるんだよってことになりがちなんです。ちょっとこれね、難しい方もいると思うからちょっとやっていきましょう。あのね、足部先生流の基準には3段階ありまして、厳しい基準、中間の基準、緩やかな基準の3段階がある。これよくご存知だと思います。厳格審査基準とかね、緩やかなのは明白性の基準とか合理性の基準とかが緩やかです。で今回問題になっているのは中間なんで中間だけいきます。で足部先生流の中間審査基準は2つのレベルに分けられまして、中間の中で厳しい方が LR、 中間の中で緩やかなのが厳格な合理性になります。厳格な合理性っていうのは、これ合理的関連性が要求されますよね。で目的重要で手段目的に実質的関連性、これってのは効果的であるってことなんですよね。で、過度な規制かどうかって取り締まるのは LRA の方です。こっちはね、過度規制かどうかっていうのを審査しないっていうのが割と一般的な考え方なんですよ。もちろんね、あの厳格な合理性でも過度な規制かどうかを判断するっていう説、学説はあります。しかしながら一般的にこっちは過度な規制かどうかは含まないので、実質的関連性って、使わない方がいいでしょうね。ここはよろしいでしょうか。まあ今回の答案は別にね、ここで積極的にこれで不合格になるとは思わないんですが、まあ、正確に言うとこれ、過度でありっていうことを言いたかったら LRA の方がしっくりくる、特に原告ではしっくりきます。じゃあ次見ていきましょう。
仮に 1,2 が5億円だとしても甲の生産量は平年並みであって例年同様の価格で販売でき、甲は独自の顧客を持ち、甲の生産した X は市場に顔を出さないことから、甲が X を販売しても流通の安定性を害することはなく本件命令をすることは違憲、これ適用違憲の主張ですね。これは書いたらいいと思います。で絶対書きたいですよね。でさらに損失保証で、正直言うと本文の主戦場はここですよね。適用違憲と損失保証ですよね。法令違憲は普通通りません。これなので損失保証と適用違憲、こっちが主戦場メインで書きたいところです。で損失保障の要否は侵害対象が一般人か特定人かという形式的基準ではなく、ここマークしましょう。財産権の規制が制限が財産権の本質を犯すほど強度な特別の犠牲かという実質的基準を重視して決すべきである。で本件条例は X の生産者一般に適用するものであるが、マークしましょう。所有権そのものを剥奪する点で強度であり損失保障を要する場合がある。で損失保証の当てはめって皆さん慣れてないと思うので今日ここでねマスターしてください。基準は実質的基準、財産権の本質を犯すほど強度な特別の犠牲か、こういう基準ですよね。で今回簡単なんですよ。所有権そのものを剥奪っていうのはまさに財産権の本質を犯してますよね。そこの当てはめ、結構簡単になります。で一律に保証を否定する3は29条3項に反し違憲である。そして条例上に損失保証規定がなくても長期の特別の犠牲を被ったものはマークしましょう。29条3項根拠としては直接請求ができる、まあ、判例の説に立つとこうですよね。であるいは学説に立って X の側では損失保証規定がないから違憲であるって結論でも別に構わないと思います。で判例に従うと損失保証規制がない場合は直接請求ができるとすれば、甲は特別の栽培法により生産された X を廃棄されたことから特別犠牲があり、同項根拠として直接請求ができるということになります。で想定される反論及び私見です。で反論に関しては、条例の、ね、制定過程における立法府の反論、これは当然使いますけど、それだけで、ね、それだけの記述で抑えないでください。他にもいっぱい書けることあります。それが、ね、例えばこれ、忘れないでくださいね。まず広い立法裁量、財産権規制なんだから広い立法裁量が認められる、これはぜひ言いたい とこですよね。で規制目的は生産者保護という積極目的であり、裁判所よりも立法府の専門的判断に馴染むことから立法目的及び手段の正当性は緩やかに審査すべきであり、積極目的規制、消極目的の二分のは使わないんだっていう考え方の人もいらっしゃるでしょう。でもねこれ反論で言えばこの公共団体の側で言えば積極目的だって言った方が楽ですよね。それはやっぱり争点化したいところです。自分の説にこだわりすぎるっていうのも憲法は良くないんです。憲法っていうのは原告の主張、反論、対立線作る、この対立線作りが一番大事なんで、有名な学説でこれ対立線作れるなってところは積極的に作っていきましょう。でブランド価値及び生産者保護という目的は正当であること、これ、まあ、正当で抑えてもいいんですけど反論なんで重要ぐらいいきたいですよね。まあ、重要ぐらいにしておきましょうか。ここ正当というよりは反論なんでやっぱり重要ぐらいまでちゃんと積極的に言いましょう。でかつ生産調整備蓄確保は困難であるため廃棄という手段の正当性も認められることから 1,2 の規定29条2項に違反しないとの反論が想定される。私見を述べる。確かに財産権の領域では立法裁量を尊重すべきであり、尊重すべきであり、しかしマークしましょう。財産権を制約する理由は積極的なものから消極的なものまで多種多様であり、いずれと割り切れないものも多い。これいいですよね。要するに反論で積極目的規制だから緩やかな審査基準を適用すべきだって書いて私見で潰す、積極とか消極とか関係ないよ、これは非常に噛み合った議論になってますね。これね対立線を作って判例を踏まえて議論する、これはどんどん点数が、高まっていきます。また本文は所有権という財産権の核心を犯す事例であるとすれば裁判所は立法裁量を尊重しつつも規制の目的必要性、内容、制限される財産権の種類、性質及び制限の程度と比較考慮すべきであり。でこれ判例の基準なんでもし覚えられたら覚えちゃってください。規制の目的必要性、内容、制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考慮。これね意外と使いやすい規範になります。そして気をつけてくださいね。
積極目的か消極目的かを一要素として使うことを判例は認めてます。規制の目的ってありますよね。もちろんそれも考慮されます、積極か消極かって。ただそれだけでは基準は決まらない、比較考慮なんだ、それが判例です。立法目的が公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、規制手段が規制目的を達成するための手段として必要性合理性に欠けることが明らかである限り違憲となる。で、これを本文について見ると、公は一律に廃棄することを命じるのはカード、生産備蓄、調整、備蓄、加工を命じれば足りると主張するが、 X は農産物であり生物であることからすれば、生産量について確実な予測が立てづらく、生産調整が困難な上、保存も効きづらいことから備蓄加工も必ずしも容易ではない。そうだとすれば反論にある通り一律廃棄もやむを得ないと言える。これいいですよね。一律廃棄もやむを得ないと言える、手段が必要性合理性に欠けることが明らかとなる。で、なんでここをマークしたかというと、これね、憲法でよく使う思考なんですよ。一律になんちゃらしなければならないって立法があります。大抵原告側はね、いや一律にする必要はないんだって立論の仕方をする。で、国側は、公共団体側は、いやいや、こういう理由があるから一律廃棄もやむを得ない、あるいは一律廃棄の方が合理性があるって言ってくるんですね。で、例えば本文では明らかではないんですけど、ちょっと想像力を働かせていただきたいんですよ。これ農産物って備蓄するのと廃棄するのってどっちがお金かからないか。これね、まあ場合にもよりますけど、大抵ね、廃棄の方がお金がかからないことが多いんですね。備蓄して売るよりもそっちの方がコストが安い、そういったこともね、もし事情にあれば使っていきたいところです。ただそこまで書いてないので、まあ、この程度で、収めておくのがいいでしょう。じゃあ2、次に本件では違憲とはならないとの反論が相当される、これは適用意見に対する反論ですね。試験を述べる。確かに X の生産量は平年並みであり、公の独自の顧客を持つことから本件命令をしなくても立法目的を阻害しないとも思える。しかし、ここマークしましょう。平年並みの生産量であったものにも適用しなければ公平を害するし、独自の顧客を持つといっても公が生産したすべての X が市場に出ないわけではない、また独自の顧客を持つといっても X の全体の生産量が増加することに変わりはなく、生産量過多から希少性が失われブランド価値の低下を生じうる。まあ、価値ってのはね、独自の顧客があってもそれは影響されるんだってことを書いていけばいいでしょう。そのため本件命令をしなければ立法目的阻害、本件命令は合憲である。で、さらに保証の要否や形式基準と実質的基準を考慮して決すべきところ、規制は X の生産者一般に課せられているし、価格が著しく下落したときに出荷制限をするのはやむを得ず、むしろ X の価格の安定により生産者の利益となり、ひいては A 県全体の農業振興が図れるから特別の規制はなく保証は不要との反論が想定される。この規制は X の生産者一般に課せられている、これ絶対指摘したいところです。これ損失保証っていうのは基本的に狙い撃ちにしてるから必要だっていう考え方ですよね。あなたの土地は新幹線通すから、没収します、そういう時ですよね。損失保証っていうのは、一律にみんなに犠牲になってもらうっていうのは損失保証の対象にならない。よく裁判にあるのが、第二次世界大戦でね、被った損害、いやこれは国民みんな被ってますよ、そういった話になりますよね。で、主権を述べる。損失保障の趣旨は財産権保障及び平等の貫徹の観点から特別犠牲を被った者に損害の保障をすることであるから、保障の要否は公主張の通り形式的基準ではなく財産権の紛争か特別の犠牲があるかという実質的基準を重視判断すべきである。で、この主権は実質的基準のみを重視するんだ。本文では反論にあるようにブランド価値維持や生産者の利益が達成され、ひいては農業振興につながるとしても個々の生産者が X の廃棄を強いられ所有権を全面的に放棄させられるのであるから特別の犠牲が生じ保証が必要な場合がある、よって一律に保証を否定するのは意見無効である。そして公は高品質の X を破棄され特別の犠牲を被っている以上、公主張の通り29条3項を根拠に損失保証請求ができる。で、まあ、そんな感じになっていくわけです。よろしいでしょうか。ただね、これまあ損失保証認めないって説も全然これ通ると思いますよ。だって本当にこれ一律の規制ですからね、一律に全員に対して適用される法律なんで損失保証は通らない、その結論は私は全然、いいと思います。私だったらどちらかというと損失保証を否定して適用意見の方を認めるから、そういった感じがいたします。いいでしょうか。
で予備試験の、ね、憲法の問題非常に、いい問題が多いので、これ司法試験を受ける人も予備試験を受ける人もですね、この憲法の過去問は全部これしっかりやった方がいいと思います。ぜひ、ね、やってみてください。いろんな問題あります。統治もあります。いいでしょうか。で6ページ7ページは論点リサーチする中間発表です。いろんな方で どの論点触れたか全く触れなかったかっていうのを、見ていきます。で、これちょっと見てみますと、6ページ7ページを見ていきますと、まあ、例えば民法206条を適時したりそういったことはあまりやっていないかなっていうところです。ただこれは確実に点数があるのでやっていきたいところです。で、まあ、法令損失補助は、ね、比較的よく書けていると思いますが、どちらかというと損失補償より法令意見重視して書いた人が多いのかなというところはあります。いいでしょうか。じゃあ8ページ9ページ参りましょう。これ行政法になります。で行政法は何かというと、株式会社が産業廃棄物の最終処分場を設置することを計画し、最終処分というのは最終処理するものです。まあ焼却施設か埋め立て施設がほとんどです。最終の処分というのは燃やしなくなれば最終処分で、燃やせないものは埋めますよね。まあそういうのが最終処分場です。中間処理場というのは砕いたりね、中間過程のものを言います。いいでしょうか。で、後継の山中に産業廃棄物の最終処分場を設置することを計画し、設置許可の申請をしたら周辺住民が反対したから行政指導で、まあ、説明会とかしなさい、ってやったんですね。それが本件提案で、どこに書いてるかと言いますと、1段落目、2段落目、3段落目、4段落目、ここですね。そこで B は本件申請に対する許可を一旦留保した上で、ああ、なんかやっちゃいけなそうなことやってますよね。A に対し住民と十分に協議し、紛争を円満に解決するよう求める行政指導を行った。これを受けて A は住民に対する説明会を開催し、本件調査書に基づき本件処分場の安全性を説明するとともに、住民に対し本件処分場の安全性を直接確認してもらったのは工事または業務に支障のない限り、住民が工事現場及び完成後の本件処分場の施設を見学することを認める旨の提案をした。で、これを受けて、説明会とかやったんですけど、説明会で少しずるいことをしていた。これが A ですよね。本件提案を受けた反対派住民の一部は態度を軟化させたが、その後、上記の説明会に際して A が、住民のように装った A 社従業員を説明会に参加させ、本件処分場の安全性に問題がないとする方向の質問をさせたり、意見を述べさせたりした。あえて手狭な説明会場を準備し、賛成派住民を早めに会場に到着させて、反対派住民が十分に参加できるような形で説明会を運営したという行為に及んでいたことが判明した。で、本物はね、直接問題になってないんですけど、ちょっと脱線して、行政法でね、会議の可視とか、そういったものが問題になったときどうするか。これね、会社法を参考にしていいんですよ。会社法でやったことを参考にして書くと結構うまくいくことがあります。なぜかというと会社法ってね、いわゆる組織法の一般法みたいな感じになってますよね。なので行政法で会議体の瑕疵、合議体の瑕疵が出たら会社法これ使う。これちょっとね、まあ、テクニックじゃないんですけど、定石として覚えていただければいいと思います。で、ちょっと本文に戻ります。本文はね、会議の瑕疵は関係ないんです。でその後円満な解決に至らなかった。で、結局ね10ヶ月後ぐらいに許可したんですけど、8ページ目の下から 1,2,3,4,5,6,7 A はこの間も建設次第の価格が上昇したため、本件許可の遅延による生じた損害の賠償を求めて国賠に基づき後見を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した。要するに許可が遅れたことで建築資材の価格が上がっちゃったから損した、それの賠償を求めたということです。もちろんね、私が国側の弁護士だったら因果関係まで徹底的に争いますけど、まあ、そこはちょっととりあえず置いておきましょう。で次ね、他方本件予定地の周辺に居住する C1 と C2 は本件許可の取り消しを求めて後見を被告とする取り消し訴訟を提起した。で原告両面に置かれている状況は次の通りである。で C1 はどういう状況かというと、本件予定地から下流側に2キロ離れた場所に居住地内の果樹園で地下水を利用して新種の高級ブドウを栽培しているが、地下水は飲用していない。
市には上流に500メートル離れた場所に居住で地下水引用、これなかなかうまくできましたよね。 C1 は地下水は飲んでないけどブドウを作ってる。それでで C2 は地下水飲んでいる。でなお環境省が法15条3項の調査に関する技術的な事項を取りまとめて公表している指針において、同調査は施設の種類及び規模、自然的条件並びに社会的条件を踏まえて当該施設の設置が生活環境に影響を及ぼす恐れがある地域を対象地域として行うものとされているところ、本件調査書において C2 の居住地は上記の対象地域に含まれているが C1 の居住地はこれに含まれている。これだと C2 がちょっと有利そうではあります。いいでしょうか。ただね、 C2 は上流なんですよね。上流と下流だったら下流の方が危なそうですよね。そういう意味で C1 にも有利な点はあるんです。これなかなかいい問題ですよね。で、設問1は何を聞かれているかといいますと国家賠償請求訴訟において本件申請に対する許可の留保の違法性に関しどのような主張をすべきか、回答にあたってここ気をつけてね、これ求められてますよ。上記の許可の留保がいつの時点から違法になるかを示す、これ求められてます。で、想定される貢献の反論を踏まえつつ検討しなさい。で、設問には原告的確です。上記の取り消し訴訟において C1 および C2 に原告的確は認められるか、回答にあたっては仮に本件処分上の有害物質が地下水に浸透した場合それが下流側の C1 の居住地に到達する恐れは認められるが上流側の C2 の居住地に到達する恐れはない。お、 C1 の方がこれ認められやすくなってきましたね。 C2 には到達しないんだ、上流だから。仮に本件処分上の有害物質が風等の影響で飛散した場合それが C1 および C2 の居住地に到達する恐れの有無については明らかでない、2点を前提としなさい。これなかなか面白い問題ですよね。じゃあこれを踏まえた上でちょっと見てみましょう。で、設問1なんですけど行政指導で留保していた、これが適法かどうかです。で、皆さんね、これ解くときは行政事件訴訟、手続き法、行政手続き法の条文をバッと見ますよね。ちょっと6本お持ちの方は、見てください。行政手続き法第4章に行政指導があるわけですね。ただですね、この行政指導で留保させることが違法かどうかっていうのはこれ判例はあるんですけど、これ条文にはなってないんですよね、この部分は。例えばね、33条、申請の取り下げまたは内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続することとにより申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならないとはあるんですけど、しっかりした条文はないということです。そこで、これは判例を、参照していくということになります。14ページの回答例で見ていきましょう。A は本件申請に対する許可の留保が違法であると主張する。具体的には B に対し本件、申請の許可を求める旨の内容証明郵便を送付した時点で A が B の行政指導に従う意思がない旨を表明したとして、この時点以降の本件留保が、これ違法になると主張する、こういうことになります。で、なんで33条じゃないかというと、これ申請の取り下げまたは内容の変更を求める行政指導ではないですね。この行政指導は周辺住民と何とかしなさいという行政指導なんで、この33条にピタッと当てはまるわけではないんですよ。あとね、ということでちょっと判例を使っていこうということになります。一方、公権の本件留保に対する A の対応は不誠実であったことから留保が違法であるとは言えないとの反論が想定される。ただね、不誠実だからといって違法ではない、ちょっと疑問があります。そもそもこの行政指導に、ね、従う義務はない以上そういう反論は成り立たないと思うんですが、まあこれはいいでしょう。で、3ですね、行政指導は任意の処分であるから申請者の明示の意思に反してその受任を強いることは許されない。で、ここからですね、申請者がかかる行政指導に不協力不服従の意思を表明すれば、申請者が受ける不利益と行政指導の目的とする公益上の必要性等を比較考慮して申請者の行政指導に対する不協力は社会通念上正義の観念に反するものと言えるような特段の事情がない限り行政指導の存在を理由として許可処分を留保することは違法とな。
でちょっと長いんですけど、この判例を参考にして何か規範を定立できるかどうか、これが勝負の分かれ目です。でこれを定立した後は普通に当てはめをしていくということになります。でさらに国売の違法とですね、行政上の違法は違うわけで、ここも書きます。一旦行政指導に応じた場合でも、申請者が許可処分を留保されたままでの行政指導に協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明し、許可処分をすることを求めている場合、他に前期特段の事情がない限り、当該許可処分の理由は国家賠償法上違法となる。じゃあ当てはめです。括弧1、まず内容証明郵便が B に向けて送付された時点で A が行政指導に従わない旨の意思が真摯かつ明確に表明な内容証明ですからね。で括弧2 でここで、そして A は説明会において住民を装わせた A の従業員を参加させ、本件処分場の安全性に問題がないとする方向の質問をさせたり意見を述べさせたりしている。でまた以下が A の不誠実な、状況です。で相手方の反論を踏まえて主張を述べなさいと書いているのだから、自分の弱いところ、不誠実なところもちゃんと書きましょう。あえて手狭な説明会場において賛成派住民が反対派住民に優先して参加できるよう運営している。これは A と反対派住民の間で協議が十分に行われたかのような外形を装っているが、不誠実な対応と評価せざるを得ず、本件留保による A が被る不利益は、本件処分場の設置不可という経済上のものであるのに対し、行政指導の目的は付近住民の生活上の安全という重要なものである。したがって A の行政指導への不協力は社会通念上正義の観念に反するものであったとも思える。ここまで言っちゃうとこれにどう反論するかということですね。でうまいこと反論します。しかし A の社員を参加させているとはいえ、反対派住民が全く参加できなかったわけではない。で住民にもその意見の取捨選択は可能で、自己の意見の表明の余地はある。行政指導による要求1割占している。また資材価格の上昇が A の経済状況に与える被害を、 A の倒産を引いた従業員の生活を脅かすかねない甚大なものであるため、公益との均衡を著しく失するものでもない。A 以上より不服上も社会通念上正義の観念に反せず、留保は国家賠償法上違法であると主張すべきである。こういうことになります。そしてね、ちょっと、予備試験受けられた方、これ実践的にはどこが勝負だと思いますか。これ完全に当てはめですよ。特にこれ一見 A が不誠実そうなことをやっている、これ反論として出された時にこれをどう潰すか、ここがね多分一番難しいと思います。ここをうまいこと潰してやれば、これ十分合格答案になるでしょう。で予備試験の論文だけの合格率を見れば大体ね、まあ、10% から 20% ですよね。論文式試験だけを見れば。でそこの 10% から 20% に入るためには普通の答案書いていてもダメなんですよ。平均的な答案書いていてもやっぱりちょっと跳ねる答案を狙わなければならないので、どこで跳ねるかといったら、これ規範定立までできるのはこれ結構当たり前なんですよ。担当受かった予備試験受験生ならこれぐらい書けると思います。だからこれやっても、上位 10% から 20% には入らない。やっぱり当てはめをしっかりして反論を叩き潰せて初めて上位 10% から 20% に入る。その意識は、ぜひ持っておいてください。上位 10% に入るんだ、それができないと予備試験の論文は突破はできない。そういった意識を持っていただいた方がいいと思います。ですので先ほどのね、憲法もしっかり法令違憲、適用違憲、損失保障3本立て書いてしっかり議論を組み合わせてさらに当てはめをしっかりする、そういったことが必要です。もう丁寧に丁寧に書いていきましょう。じゃあ設問2です。で原告適格です。で周辺住民の原告適格は当然法律の条文を解釈しなければなりません。そしてね、当然9条2項に従って解釈できれば一番いいんです。ただこれ私常々講義で述べている通り、9条2項に従うのは理想論なんだけど、実践的には条文から拾っていった方が早い。何言ってるかというと、周辺住民の利益を考慮してそうな条文をバンバン拾っていくんですよ。で拾ったらそれをつなぎ合わせる、そっちの、手法の方が早いです。ちょっと一緒にやっていきましょう。これ原告適格認める方法だったらこじつけで若干こじつけでもいいんです。とにかく周辺住民の利益に配慮してそうな情報を全部拾う。1条、この法律は廃棄物の排出を抑制し及び廃棄物の適正な分別保管収集運搬再生処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。はい、1条どうでしょう。周辺住民の
安全を配慮してますか。でね、これもねちょっとテクニックになるんですけど、一条単独で周辺住民の原告適用を基礎づけることは基本的には無理です。ただ一条っていうのは他の条文と合わせて使うんですよ。他の条文で周辺住民の生活の安全とか生命の安全とか健康とかを考慮してそうな条文だったら、それと一条をくっつけることにより、ほら産業廃棄物処理法は周辺住民の安全を考慮してるんだって言えるんで、一条はプラスの条文です。じゃあ次行きましょう。15条で、産業廃棄物処理施設は都道府県知事の許可を得なければならない。で2項は許可は申請書を提出しなければならない。で3項全項の申請書には環境省令で定めるところにより当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。なんと産廃施設の設置許可申請には添付書類として、これミニアセスっていうんです、生活環境衛生評価アセスメントのミニチュアバージョンなんで、ミニアセスの結果を、記載した書類を添付しなければならない。これまさに周辺住民の健康とかに考慮してますよね。でしかも4項これ大事ですよ、絶対4項拾いましょう。都道府県知事は産業廃棄物処理施設について1項の許可の申請があった場合には遅滞なく2項にかける事項申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び全項の書類を当該告示の日から1ヶ月公衆の縦覧に供しなければならない。なんで公衆の縦覧に供するのが原告適格を基礎づけるか分かりますか。これね、本来は公聴会とか集会とか意見を聞く機会とか開催する、これが一番強力なんです。なぜかというと周辺住民の意見を聞かなければならないというのは、これは周辺住民のまさに影響を考慮しているから。周辺住民の公聴会を開くとか、これは原告適格を基礎づける一つの事情です。でそれよりは弱いんだけど、一応縦覧に供している、これはみんなに見せているということは、周りの人の利益を考慮しているでしょう。一応そういう条文に使えなくもないじゃあ次ね、あ、来ましたね。はい、6項これ意見書提出です。しかも生活環境の保全上の見地からので設置に関して利害関係を有するもの、あ、これ強力な条文ですよね。はい、で許可基準で特に2号、その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設にかかる周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定まる周辺の施設についての適正な配慮がなされたものである。許可基準としてこれ生活環境の保全を考慮しているんだ、これも使えますよねで、ミニアセスの書面でこれも重要ですよ。でこれ大気質、騒音、振動、悪臭、水質または地下水にかかるうちの周辺地域の生活環境に影響を及ぼす恐れがあるものとして調査を行った。で今回は特に地下水っていうのがポイントですよね。水質とかこれはちゃんと拾う、水質とか地下水だって C1、C2 はそういう話だから。で2項研究及びその把握の方向、3項、4項で、まあ、5項生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果、まあ、このあたりが、拾える条文ということになります。そしていい原告適格を書くときはこのように認める方向ならね、認める方向なら周辺住民の今回地下水のね関係について考慮した条文を全部拾って、その条文を全部使ってつなげる、この作業ができたら原告適格認められます。いいでしょうか。しかもその際はね残り10分しかないんですけど、その際は1個の条文を使うんじゃなくて、条文はなるべく組み合わせて使う、語弊を恐れずに言うと仕組み解釈って条文の組み合わせです。1つの条文だったらダメなんだけど、2つの条文を総合考慮するとこういった結果が生まれる。なので、条文の組み合わせ方、これをぜひ、気をつけてください。じゃあ15ページ回答例で見ましょう。で回答例の条文の組み合わせ方見てみましょう。ね、C1 は事故の作物を栽培し生活する利益を、 C2 は汚染された地下水空気を摂取し健康を害されない利益を主張する。でまずねスタートは処分の根拠放棄の法15条1項、ここからスタートです。でちょっとねこれ勘違いされてる方まだいると思うんで、行政事件訴訟法を見てください。9条2項全部は読み上げませんけど、最初の部分だけ、
裁判所は処分または裁決の相手方以外のものについて全項に規定する法律上の利益の有無を判断するにあたっては当該処分または裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、はい、この処分または裁決の根拠となる法令の規定の文言というのはいい？産業廃棄物処理法ではありませんよ。産業廃棄物処理法の中のこの15条だけですよ。まさに根拠条文で、これがスタートラインです。でここでスタートしてそれのみによることなく当該法令の趣旨及び目的特に1条っていう話になっているってことです。だからスタートはまさにこの15条1項から言ってください、そして法は生活環境の保全公衆衛生の公正を図ることを目的とし許可基準も周辺地域の生活環境の保全に配慮している。これいいですね。許可基準も周辺地域の生活環境の保全に配慮、15条の2第2項で、申請書には周辺地域の生活環境に影響を及ぼす恐れがあるものとして調査を行ったものを記載させ、その他にも周辺地域の生活環境への影響を加味するため事項の記載が要求される。いいでしょうか。で以上から、法15条1項は周辺地域の生活環境を公益的見地から保護していると言える。でさらに、処分場から出る有害物質により大気、土壌、水質汚染されると土壌で作物栽培できず農家の住民の生活に多大な被害をもたらし空気、水を接した周辺住人の健康に著しい被害をもたらす恐れがある。このような被害の性質に照らせば15条1項は処分場から出る有害物質により健康を直接的に害されるような住民に対しそのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益として、も保護していると言える。まあここまではいいでしょう。でこの答案で正直足りないのが意見書、あの意見書も使いたいところですよね。使いますよ、法律で言えば何条かな、これ15条の4項6項、別にこれ意味なくある条文じゃないですよね。十分原告適格を基礎付けられる条文ですので、15条の4項6項これはぜひ入れたいところです。でそれを入れてやって当てはめということになりましょう。でしたがって C1、C2 における被害が直接的であれば C1、C2 は法律上の利益を有するものに当たる。そして申請書は処分場の設置により生活環境に影響が及ぼす恐れのある地域を対象としているが、これは累計的に影響が及ぼ恐れのある地域を選定しているに過ぎず、原告適格は個々の事情を加味して判断すべきである。で次ですね、 C1 の原告適格についてみる。 C1 は申請書の対象地域に住んでいない。しかしこれマークしましょうね。 C1 の住んでいる地域には有害物質が浸透した地下水が到達する恐れがあり、これが浸透すれば C1 の栽培しているブドウに悪影響を与え C1 はブドウを販売できなくなる。そのため本件処分場の設置により C1 は自己の作物を栽培して生活する利益は直接的に影響を受ける。 C1 の自己の作物を栽培して生活する利益は個別的利益として保護される。で C2 の原告適格についてみる。 C2 は申請書の対象地域に住んでいるが C2 の住んでいる地域には有害物質が浸透した地下水が到達する恐れはなく、飛散物が到達する恐れの有無は明らかでないため生活環境への影響はないとも思える。しかしこれどうします。原告適格認めたいならこう書きます。飛散物が到達する恐れもあり得、飛散物が到達するかどうかで定かではないんですね。だからこれはプラスの事情にも使える。で C2 が本件処分所から500メートルという近距離に暮らしていることからすれば、その場合にもたらさせれる C2 の健康被害は直接的なものになる。で C2 の健康被害を受けない利益は個別的利益として保護されている。原告的適格が認められるということになります。ただ C2 に関しては原告的適格これ否定する筋もありだと思います。まあ、C1 に関しても、ね、否定する筋もあるかもしれないですけど、まあ、C1 は肯定の方がまあ一般的かなと思います。で C2 に関しては否定でも肯定でもいいかな、そういうところであります。よろしいでしょうか。でちょっと論点リサーチ16ページ17ページあるんですけど、意外に面白くてですね、設問1で行程の適用の有無の検討全く触れなかったがこれ 62.5% です。まあ全く触れなくてもいいでしょう。本文は別にね、行政手続き法が使えないものですから、それはいいでしょう。
使えないっていうのは条文そのものに当てはまらないということです。そういったことです。あとね、ちょっと、脱線するんですけど、今回の、産業廃棄物処理施設の設置し許可申請に行政手続き法が一般的には適用されますか、これ。今回の行政指導を除いて。これ許可出すの誰ですか？知事ですよね。だから適用されないってわけじゃないですよ、これ。そこ大丈夫ですか？国の法律ですから、これ。やってるのは。国の法令をもとにやってる場合は、これ行政手続き法適用ですよ。もしね、行政手続き法をお持ちの方、ちょっと見てください。これもね、結構、引っかかっちゃう人が多いので、気をつけていただきたいんですけど、適用除外が3条です。3条の3項で、第1項各号及び全項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分、括弧、その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものに限る。つまり、国の法令をもとに、知事がした処分、これは当然、行政手続き法適用ということになります。だから一般論としては今回の事例は適用される。そういう話です。よろしいでしょうか。で、今回行政法もね、なかなか時間なかったと思います。ですので、答案構成とかね、条文の広げ方、これ本当にスピーディーに処理していかなければなりません。これね、予備試験にかかわらず司法試験の人も同じ。行政法っていうのはスピード処理が要求されます。ですので、今日私が申し上げた通り、原告適格もね、筋で言えば行政事件訴訟法9条2項でやるんですけど、私がやったみたいにね、周辺住民の利益を保護してそうな情報をパッパッパッパ拾って組み合わせて書いていく、これじゃないと正直ね、間に合わないと思います。自分自身のやり方っていうのはもちろんあると思うので、自分自身のやり方もね、考えていきながら、もうスピーディーな処理、これできるようにしてください。で、憲法も憲法で正直時間足りなかったと思います。なので、パッとね、どういった答案構成にするかを書いて、答案を書き始める。まあ、答案構成ね、やっぱ20分超えたら予備ね、厳しいと思います。まあ、25分かな、25分ぐらいまではなんとかなるけど、25分超えたら厳しいと思いますので、ぜひ答案構成の時間短くしてバッと書けるようにしてください。で、そのためにはね、憲法、これ普段からね、いろんな問題考えていくことが大事になります。論点になっているような、論証パターンになっているような典型問題だけじゃなくて、割と最近の問題、これ最近の本には、載ってます。いろんな演習書にも載ってます。レックの答例にもあります。そういったものを常々考えていく、これが大事になってきます。で、行政法もですね、いろんな事例問題に触れて、個別行政法に触れてください。問題演習の中でね、資料にね、例えば今回の配送法とか個別行政法いっぱいあります。演習本のようなものにもありますし、答例にもあります。それで個別行政法の解釈をですね、ぜひ身につけていってください。で、行政法はね、弱い方って結構いらっしゃるんですけど、特に個別行政を使った処分制、原告適格、このあたりのですね、仕組み解釈をまずはマスターする。ここマスターするとね、あとは総論、身につければいいだけなので、結構パッパいけるようになります。まあ、あと訴訟選択もありますけど、ぜひね、今回の分析会をきっかけに憲法行政法得意科目にしていっていただきたいと思います。で、これ余談ですけど、行政法得意科目にするとね、結構強いと思うんですよ。行政法って特に予備試験苦手な方多いです。担当の点数見てたら分かります。低いです、行政法の点数。ただね、逆に言うと行政法を担当でも論文でも得意にすると、これ跳ねます。で、偏差値でね、ある程度得点というのもつけられる側面があるので、みんなよりできると得点というのは跳ねるんですよ。なので、行政法に関してね、すごいトップレベルの答案を狙うと、まあ、行政法ランクが A になって全体が底上げされるということにもなっていきますので、ぜひ、この分析会をきっかけに皆様方、答案の力を伸ばしていただければいいと思ってます。はい、それでは1時間という短い間でしたが、平成29年予備試験論文分析会、これにて終了いたします。お疲れ様でした。